よろしくお願いします。どうも、ゆめのぶっさんとこにぎです。こんにちは。なんと皆さん、千葉が運転免許を取得しました。なげえよ、おめえよ。お待たせしました、マジで。すごい、ちょっと見して。なんでカードの束で出すかな、お前。うん、まあモザイクだけどね。はい、ちゃんとあの取得いたしましてですね。まあ千葉さんがやっと免許証持った、はい、ということで。そうだね、終わった。助け免許証、で、この世でも車を運転できる権利を手にしたという意味になります。これは、うん、でやっぱりね、僕らにね、免許を持ちの僕らにこう、いやいや言われて、まだバンドマンの宿命なんで、免許ないやつの人権がないっていうことが、今も人権生まれたということで、ね、社内での人権が生まれたということで、今回千葉さんにはね、ちょっと車運転してもらおうかなって。せっかく撮ったんだから、ここまで追いかけてますから、あのサブチャンにも上がってますけど、どうなんとかいろいろあって、やっと撮れたということなんで、まあこれも記念というか最終章みたいな感じで、今回千葉さんにはね、車を運転していただきます。レンタカーとかか。違いますよ、僕ら3人のどれかの車です。やばいマジでやばいって。まあちょっとね、知らない人もいると思うんですけど、実はトモヤンはあの今レクサスを所有してまして、はい、私小柳はハリアー持ってまして、はい、でニッチはランクル、はい、プラド、プラドを持ってるんです。はい、だこの3つのどれか乗せてやろうややろうや。あー、思ってます。ら僕らもやっぱりね、これまでやや言ってきたから、せっかくなら、ま、めちゃくちゃいい車ですよ、正直言って。そんなもう初乗りの車ではない。さあな。うん、だからそれをちょっと乗ってもらって、まあ彼のドライビングテクニックとともに、あとやっぱり人がいて乗るっていうのがやっぱ一番練習になるし、まあ、誰かの車で練習がてらちょっとそこら辺ドライブしましょうやって今日でございます。どれなの。じゃんけんって言います。いや、やばいマジ。じゃんの負け。そうそうそう。それではやっていきましょう。ほい。じゃあいきますか、じゃんけんで決めて。ちなみにどれ乗りたいとか。ちなみに、うん、いや、ちょっとあのレダスの車。レダスのマニュアル。逆に怖いよ。怖い。さあ。行きますか。乗ったことないんだよ俺。あ、誰も運転したことない。親父がちょっと待ってるね。あ、マジ。俺もオリが乗ったぐらいだ。オリ乗ってんだ。俺は誰も運転してない。あ、してない。あ、じゃあ本当にもう初めて乗せるくらいだ、そこにね。行きますか。しゃあ、行くぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。イー。怖い。でも。俺も乗ることは決定してから、後ろで。まあ、レクサス VS ランクルだ。やばい、やばいの登ったな。ちょっとね、でかいしね。でかいし、高いし。高いし、高いし。さあ、行きましょう。最初はグッ、ジャンケン、ポン。やったー、やったー、やー、レクサスだ。楽しい。いや、普通に楽しいな。怖っ。もう駐車場から出すの怖いんちゃう。いや、ほんとそうだよ。他の車に当てるとかも。ああ、確かにな。万全運転で千葉のドライビングを見てみましょう。行きましょう。さあ、しっかり保険もぶち込み、はい、これからね、その初心者マークをつけて運転するわけです、このレクサスにね。誇りだよな、逆に。確かに。マジのレクサスですから、やっぱり。偽物とかないからじゃあつけていこうか、早速ね。まあ、どこにつけるのがいいとかあるんですか。まあちょ、見やすいところっていう、確か規定ありますよね。いいかもな、なんかな、ナンバーより上。なんかそんなとこいいの。知らない。端につけときますか。あれなんか、くっつかないんだけど。え、磁石じゃないのこれ。なんで。じゃあテープで。ごめんなさい、じゃあテープで取れちゃうかな。レクサスにつけるとは思えないあるまじき行為を今してます。バーンとかやめろよ。しかも動かせないよ。そこ？こんなとこいいの？最悪な絵見えたんですけど。あ、これも切れていいだろう。ああ、わかりいいね。緊張しかない。おお、マジかよ。見てください皆さん、この企画のためにトメンのレクサさん、まあまあ体張ってます。お、どうすかどうすか。いや、ちょっと待って。じゃあ握ったりしてよ、握ったりしてよ。そっから調整して。なるほどね。
どうすか、いや、どうすか、いけてる、いや、いけてるけど、もうなんかわかんない。行きますか、早速。ちょっと、一口だけ飲みまして。落ち着こう。一回落ち着くわ。そうだな、落ち着かないんじゃない、それ飲んだら。どこに向かうの。とりあえず、やっぱ目的あった方がいいなと思う、ね、そうだね、わかんなくなっちゃうと。こっからまあちょうどいい、まあ5、6キロほど離れた、うん、まあ公園、でっかい公園あるんで、はいはいはい、まあそこ駐車場もあるんでね、うん、まあそれ目指して行けたらなと思ってます。行きますか。行きましょう。はあ、じゃあ千葉さん、お願いします。いや、よろしくお願いします、千葉さん。操作方法はもう、教えてもらった。そうですね。じゃあドライブを入れますか。うん、でブレーキ踏んで、ドライブまで入れて。あ、バックするバックするよ。そうです。もうささっで離したらもう前出るんで。そうです。おーい。怖い怖い。もうダメ、ついていこうか。踏むね。頼むよ。結構踏んだね今。ゆっくりでいい。つけて。踏み絵くらい踏んでたね今。で結構きて、結構きて、ちょっとでかいな。結構きて、大でかい。もっと前バーっていってそこで止まろう。あ、とりあえずまっすぐ行きますか。止まりましょう。止まろう。止まってください。やべ、マジで緊張してる。あ、アクセルはあれなのね。大きい大きいね。アクセル大きいし意味わかんないぞ。今助手席にブレーキないからね。もう確かに、トマヤも本当はもう今5回踏むとこあったわ。絶対踏みたいの。今のタイミングで5回踏むとこあったわ。さあ、さあと言って、いいねいいね、交差点は落ち着いて、まあ遅すぎてもだろうね。遅すぎてもだろうね。40は出すな。あ、ちょっと左来いよ。ちょっと待って、ちょっと待って。え、これでかっ。右に合わせて走ったら左絶対当たる。あー、オッケーオッケー。歩行者が神だから、車に乗ってる時はグッていうの。女にモテないブレーキやめよう。俺の友達曰く、女にモテないブレーキこと、エンジンブレーキ、やっぱ意識するって、やっぱ最初から意識するの大事よ。踏まないっていう、踏まないでブレーキをちょいかけつつ最後ブレーキみたいな。そう、意識を持って。なるほどね。指示取りする？いい。いい。あ、まだ早い。俺めっちゃ見てんだから。こういうのも結構あるから、工事してる時は。いいよ、バーって作業員さんの指示。ありがとうございますって言わないと。しっかり。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。次の信号右で。もうちょっと真ん中走ろうか。これ自分が、自分の目線が車線のなんか真ん中が。あ、そう、真ん中でいい、真ん中。自分が真ん中にいるような。自分が道路の真ん中にいる時は車の真ん中だから。なるほど。どうすか、どうすか。いいね、いいね。うん、いいんじゃないの。はぁ、すごい、一安心みたいな。ちょっと、もう、いいな。車酔いする。大きい声出したらすぐブレーキ止めよう。わかった。緊張してる。頑張ろうな。うん、頑張る。頑張る。いや、初めてでしょ、免許取って。いや、初めてよ、正真正銘の。昨日だもんね。ちょっと前でよか。それでレクサス乗るっていうのはなかなかないよね。もう基本的に生かす。はい、ストップストップ。最初は全部生かした方がいい。で、歩行者確認して。はい、見ていいよ。歩行者いない。なんて思って。もう一回そこで止まってもいいから。あー、オッケーオッケー。で、いないと思って行っちゃう。はい。さあ、止まってるよ、じゃあ。いいんじゃない。ロビンシティ。あんま大きな声出さないで。ブレーキ踏んじゃうから。俺らはもうただのドライブだから楽しくな。大きい声出るとブレーキ踏んじゃうから。でもなんか全然案外うまいな。あ、これだけ嫌だ。これだけ嫌だけど、普通になんか俺もこんな運転できなかったと思うわ。怖え、マジで怖え。正直高速よりこういうところが一番怖いから。思ったより考えること多いから、こういうところの運転は。来る来ないとか判断力いるけど、まあ高速はしっかり、まあ程よく車間距離開けて、なるほど、スピード落としすぎずに進めばいいだけだから。まあ案外それにしてもいい車だな、レクサス。しかも、いやだよ、突っ込めないからもう。はい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 、突っ込んでくれないとやってるね。いや悲しいよ、こっちはマジでやってると思われて。来た、俺の母校の横通って。めっちゃ母校落書きされてんだけど。え、あんな荒れてた。手元緩くなるから笑すな。え、めっちゃ落書きだ。めっちゃショックなんだけど。めちゃめちゃ多い。あれなんだ。車運転する上で一番大切なことは何か。1に安全確認、2にドライブスルーです。
ドライブスルーに行きましょう。ドライブスルー入れないと始まんない、うん、マクドナルドで昼飯で、今日もちょうど昼時だからもうピクニックだな、うん、気持ちはな。やば、実は前移しとこう。やば、16号先頭で入んのやば。いやいやいや、そんなジェットコースターもあんな16号先頭で入んのやばって。坂上がる時はウィーンって言わないと、うん、減速するからどうしよう。そう言った方が減速しないから、ね、ウィーンウィーン。遅い遅い遅い、ブレーキが遅い。こえわかるでしょ、止まるってもう誰が見てもわかるでしょ。そうですね。あーさ、そろそろドライブする、うん、あ、200m です。 200m 先だって。オッケーオッケーオッケー。さあ真ん中、はい、ストップ、はい、ストップ。お、怖っ、前詰めるな、はい、お前めっちゃ、はい、何食おっかな。どうしようかな。プチパンケーキ80個。80個。はい、オッケー。レクサスですっていう主張してよ。レクサスです。ちょっとすいません。ナゲット15ピース、チキンナゲット、15ピースエビフィレオのセット、M での、飲み物は、飲み物はなんか、いや、ここ焦るとこじゃないから。以上で、レクサスでした。はい、レクサスでした。レクサスでした。気をつけてね、油断すんだよ、笑ってるからって。お前、あ、待って、怖えよお前。優勝気をつけて。帰ってくるな。うん、帰ってくる。帰ってくるな。車内で食うでしょ。食わんて。それだけは車内で食いたいの。事故った方がいい。車内で食うより事故った方がいい。初めて、俺やっぱ車ないとできないからね。受け取り始めて。ありがとうございます。そうそう、で前出ていい。もうで、右切りながら前出て、右切りながら前出て、右出して、右出して、なんで右出して、そう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 。左車線行っちゃってください。で、これグーって踏んじゃダメだよ。はい。フェイント。今くしゃくってるよ。おい。じゃあ、そんな空間ね。これ左だね。ここ左に、そう、入れますね。シパに入ろうか、シパに。これはね、怖いね。うーわ、ちょっと違うな。まあ、左、あ、右の前見る。当たる。わかりました。じゃあ、ひ、ま、俺もテンパイから。これ左か。これ左遅いな、気になる。どう、右大丈夫。だー、すっごい怖い今の。やばいやばい。どう、右大丈夫。だー、すっごい怖い今の。やばいやばいやばい。無だよ。今の怖かったです。ゆっくり。本当に当てようとしてる。いや、ちょっと待って待って待って。いや、ちょっと登れないから。こっちお前こんな空きあんだよ。あ、よく見ろや。って言ってお前左に寄ってもダメだからな。左の後ろ気をつけて。でもこれ広い方だよ、うん、このシパの中では。シパの中だな。広い。シパリパの中では嫌だよこういうの。すごくこれは誰でもなるわ。いただきますって言うよ、ちゃんと券もらうとき。普通にそれ礼儀だからな、ドライバーの。ナイスストップストップストップ。発見ボタン押して。届かない。あれお前自動で出てくると思って。届かない。うわ怖い。しっかり出ろお前。だるがんなお前。そうだ、じゃあ広いから2個目にしようか。2個目ね。オッケー。最後、はい、駐車頑張って。はい。顔出しにくいから。まあこういうの暑いさ、もうこういうの見ちゃっていい。前出しながらまっすぐにして。まっすぐにします。まっすぐにします。止めて、エンジン止めて、なんていうの、エンジン止めて、なんていうの。お疲れ様でした。どうでした。怖くて感想とかないです。怖いしかないです。あ、怖いしかない。なら良かったよ。良かったな。楽しかったと言われても困る。確かに余裕とか。それはな、危ないよな一番。ああ、いい経験になりました。レクサス運転できる人なんてあんまいないですね。そうだね。うん、試乗とはいえ良かったと思います。汗がすごいし、なんか。じゃあ帰りもお願いします。いやです。え、マジ嘘だろ。これなのよ。見して。内側についちゃうんだ。え、ちょっと見してよ。嘘でしょ。うーわ、大小でか、ジャン負けの。あ、でもまあちょっと、まあ、まあまあまあ
うん、おお。これ後ろ。確かにな。もうちょっと寒いのがそんな、あの残るやつのやり方。